そんなに300万円分も仕入れないとオープンできる、はい、てかもうあるんですか？場所は実際ございます。もう場所があって、はい、もうやられてるんですよね。はい、そういうお店を作りたいんじゃなくて、あるところの仕入れの費用とか、資格の取得代をとは広告宣伝費を出してほしいっていうことでいいんですか？はい、その通りです。おっしゃるじゃあ今はその仕入れがないっていうことですか？ 今、現在は、商品自体はございますが、今、取引だけでよくしていただいているところがございますので、そこでちょっと大きな仕入れがございますと、掛け率が、利益分の差し,差し引きが安くなるのでる、ね。今でも店舗は運営できてるけれども、はい、たくさん一気に仕入れると、安くなるから、はい、はい、出してって話。そういうことでございます。なるほど。はい、もうやってるんですよね。はい なので僕たちがこの350万出しても出さなくても運営はでできてるんですよね運営自体はあのー、回せているような状態ですできてなきゃおかしいじゃないですか。なのでなんか今までだとこういう因を作りたいから出してくださいとかのパターンが多くて、はい、だから別に出さなくても。 回っっててるんんだなって思うんですねで、はい、じゃあこの350万を出すとじゃあ商品仕入れで、はい、じゃあ商品ないんだって聞いたら今もあると。あるんですよね現状としてはあ,のあるんですけどもより、ね、だからなんかあんまり出しがいを感じないのはあるんですよね。 じゃあ、この、まとめて仕入れたら安くなる分の仕入れ代くださいみたいな感じでしょだって、これがないと回んないとかだったらいいね。まあ、それがめちゃくちゃ儲かるならいいけど、そんなに値下げって何十万かじゃないのみたいな気持ちになっちゃってるんですけど、それをなんか細かく、なんかこれもかかってこれもかかって600万ぐらいかかるんですけど、ちゃんと自己資金300万ありますから、もう300万出してくださいみたいな感じが、なんかちょっと変な感じがするんだよね。うん。 でもタイガーファンディングは別にその <laughs> このフォこのフォーマットじゃなきゃいけないっていうことでもないと思うんですよ。うんうん、さすが気が合わないね。いいね。いやいや<の>いいんですよ。僕だってダメとは思ってないんだけど。だってなんかさ、三十歳になってですよ。すうんはい、妻と一緒に今。 個人経営の、ね、やことをやってて、法人化したいと、夢あっていいと思いますよ、<ー>僕なるほど、けど例えばね、七重ママがね、全然ね,ねあの、クラブ回ってるでしょ、だけど僕たちにシャンパンまとめて仕入れる安いから1000万出してって言われても、いやいや、別にそれ、つど払いでよくないみたいな、<笑><笑>そんな感じ、自分からすれば。これは、僕はあのー、やっぱりね、共感っていうところもあると思うんですよ。あのー ビジネス事業っていうのはじゃあ売上がいくら費用がいくら利益がいくらっていうだけではないと思うんですよねだから自分がね救命救急センターでいろんなコンディション大変な人たちを見てきた中で気づきがいっぱいあったと思うんですよね、はい、実は僕の,あの兄も救急病棟で仕事をしているんで、はいはい、話は結構聞くんですけど、はい、まあそういう気づきもあるしなんかいいと思います僕ははいはい 高田社長から「向きになって100万出 <laughs> <laughs> ました」<laughs> じゃあもっと高田社長をむきにしたら全部出るかもしれないう<わ>そういう応援応援をしこういうのいだね。<laughs> いやあのいろんな考えがあるっていうのは多様性は本当に大事だと思うんですよねあのやっぱり林社長なんでこ,の、ね、こういう,こうプラットフォームは大事じゃないかとか FC に関してはこういう考え方の志願者が多いんじゃないかてたくさんこう。 要は引き出しがたくさんあるんでデータベースたくさんあるんでとはいえやっぱり FC 目線っていうところでね、あのー、見られると思うんで必ずしもそういう目線だけではあのーね、だけではなくてお金も出ることも僕はあっていいと思いますあ、はい、ありがとうございます、はい、ますけどね僕はもう根本的に高澤社長がね初めに、まあ、親族の方がき救急救命病棟で働かれてるからっていうのもあったと思うんですけど初めにそれはカイロプラティック やられてる方で救急救命士の資格持ってる方がいらっしゃったらそれは信頼できますよねっていうふうに初めの方言ってましてその時点で別に例えばカイロプラクティックの人がその A 剣1級持っててもあんま関係ないじゃないですか例えばぐらいにパッと聞いたら僕は思ってたんですよね。 まあ、パッと聞いた感じで、ね、しっかり話を聞いたら救急救命士ってのは、あ、なるほどね、そういう、なんか食事とかそういうところも踏み込んでいくんだなっていうことを聞いたら、なんかリンクは感じますけど、パッと聞いたら、まあ、心臓マッサージとか、人工呼吸とかそういう、なんか、緊迫した現場の方だから、なんで、例えば生態みたいなことみたいな。っていうふうに、初めから気は合わないなと思ってたんですよね。なんでそこを表別にみたいな。<laughs> だから、英え研究持ってるようなもんじゃんみたいな、<laughs> そんなふうに思ってたんだけどね。やっぱり日常、うん、日常をですね、<laughs> はい、あの送る中で、<laughs> はい、気づきって本当大事だと思うんですよ。はい、実は僕、<お>ずっと腰痛あったんですよ。ね、で、僕があの発見したカイロプラクティックの先生は、オーストラリアで資格を取って、イスラエルに戻ってきたドクターなんですよ。<お>でその先生に会えたから僕は あのさっきのね、施術見てましたけど、本当に足の長さも違ったんですよ。ねはい、なので、やっぱりその日々の気づきというか、ほうあの僕の中ではですね、なんか、そのまあ掛け算ってありますよ、このね、英検<え>となんとかの掛け算とかありますけど、なるほどね、やっぱりこの場に来てね、なんかそういう,こう運もあるんですよ、うん、なので、僕も。<laughs> <ー> <laughs> ではこれより最終決算に入ってまいります。え僕はナッシングですみません。えっと私もナッシングです。すみません、私もナッシングです。はい。三百万です。はい。はい。ええー、まあ採算出ているところの問題点はやっぱりあるんですよね。まだ全体が。 実際のところわからないところも正直ありますなので全てをこう出すっていうのはうーん今のこの1時間の中では少し違うかなと思ったのが一点でもやっぱりこうカイロプラクターとしてのこの姿勢ですよこの背筋をピンとした姿勢にやっぱり感銘を受けますし。 そのワッペンは何ですかちょっと見たいんですけどあこれですかそれは、まあ、ホワイトタイガーを、えー、タイガーですよね、はい、なんかいろんな思いを持ってきたんだなと思ったんであの一応300ということではいありがとうございますはいありがとうございました希望金額350万円に対して高沢さんから一旦一人で300万円まで積み上がりましたえー、ご五角林社長お願いしますはい皆さんねもう予想できてると思いますけどラッシングであっあ違ったあ間違えちゃった <laughs> 完全オール、おめでとうございます。あ、あ、だから鳥肌だった僕。<laughs>